どうもこんにちは、こんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップができますのでどうぞそちらご利用くださいでは改めまして本日朗読していくのはランイク育ロ郎作「少年探偵王」シリーズ「大宮博士の事件」と 百貨店の答事件です、えー、短編なのでね2つ続けてお送りしていきたいと思いますでですね今回あのー「少年探偵王」シリーズといえば 3D ものなんですけれども1、えー、つここで謎をまずお渡ししておきたいと思います、えー、この「少年探偵王」シリーズの探偵役なんですけれども、えー、公式で名前が違います、えー、呼ばれる名前としては一緒なんで よく聞いていると気づくっていう程度のま差なんですけどえどういう違いがあるのかっていうのをよく聞いてると分かるのでそこをまあえー探していただければなと思っております。もしね気づいたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もちろんあの よく聞いてないと気づかない程度のものでこのメインの話ではないので純粋にお話を楽しみたいっていう方はえそこは気にしないで聞いていただければなと思いますただまあこう物語全体の通してのまあ推理というかえ観察力というかえちょっと緊張感を持ってえ聞いてみたいなという方はえちょっと気にかけていただいてえ楽しんでいただければなと思っておりますそれでは改めまして本日朗読していくのは ラン・イクジロー作少年探偵王シリーズ大宮博士の事件と百貨店の回答事件ですそれでは二つ続けて本編をどうぞラン・イクジロー 大宮博士の事件照夫君の観察ひどく雨の降る日でしたそれも夜になると風さえも加わって窓の外は木々の小が弓のようにしなってはうなり続けています時々伝統がぼーっと今にも消えそうになるのも なんとなく気味悪く感じられる晩です「照く君こんな晩は起きていても仕方がないもう寝ようじゃないか私がそう言った時です窓の外のほえ狂う風雨の音に混じって確かに自動車の止まったらしい気配がしましたおや誰か来たのかな?」読んでいた本から目を離した照く君が じーっと耳をそば立てました。キアしないよ。こんなひどい日に来るなんてよっぽどのもの好きか。そう言いかけて、私も思わず言葉を切って耳をすましてしまったのです。確かに誰かがこの家に入ってきた様子です。とまもなく部屋のドアをコツコツと叩く音がしました。 どうぞそういう照夫君の声に応じて入ってきたのは他でもない警視庁でも腕利きといわれる大沢刑事でしたななんんんんだ、大沢さでですす、か。どどうしたんですこんなひどい晩に。私は自動車で来たのに門から玄関までの間にぐっしょり濡れてしまったらしい大沢刑事の しずくの垂れる姿を見ながらえらいふりだなあと思っていました大沢のおじさん田舎で大事件が起こったんですね照男くんがいきなり言いましたすると街灯を脱ぎかけていた大沢刑事はびっくりしてえっ照男くんはもう知っているのかい私も驚いたのです まだ大沢刑事は来たばかりで何一つ言っていないのですそれなのにテルオ君はもう大事件だの田舎で起こったんだろうなんてどうしてわかるのでしょう知っているわけはないですよだけどこんなひどい夜に来るんだからきっと大事件だと思ったんですよそれでなければお兄さんの言う通りよっぽどの物好きだおやおや ひどいことになったもんだな。けれど確かに大事件だから来たんだよ。しかしどうして田舎で起こったなんていうことが分かったのかな。まったく。私も同感です。私だってあの時よっぽどの物好きか大事件でもなければというつもりだったんですから。 しかもその人が大沢刑事となれば大事件で来たことくらいのことはわかるのですが田舎で起こったと言ったわけ照夫君は笑いながら大沢のおじさんの顔に書いてあるよまさかどうして分かったんだいははははおじさん自分の靴をごらんなさい赤土がいっぱいついているじゃありませんか 東京ならそんな赤土のつくところはありませんよ。おじさんは雨が降るとすぐぬかるみになる赤土の田舎道を歩いたのでしょおう。ああ、なるほど。と私。うーん、来る早々にやられてしまったね。しかしいつもながら観察の鋭いのには感心するよ。と大沢刑事。

いいすににししししををかけ、たとていよいよくまはいよいよのの事件の起こったのは大宮博士というもう70に近いような老博士の家だ。この家は、 海の見える小高いところにあってその山が赤土の道なんだよ。でこの老人は近所の者の話によるとえらい学者だそうだけど年が年だしほとんど病人といってもいいありさまでね。一日の半分はベッドに寝ているしごく具合のいい時は杖をついて。 家の周りをひょろひょろと歩いたりするくらいのものだそうだ家族といっては一切を任されている年取った女中が一人それから一か月ばかり前に雇われた助手の青年が一人それだけなんだこの助手という青年は老博士は手が不自由なのと本を書くことができないため 口述するのを筆記したり整理したりするのが仕事なんだ。ところが、この青年が殺されてしまったんだよ。もちろん自殺ではないと思われるし、そうかといって、この青年は学生時代から非常に静かな、勤勉だ。誰からだって恨みを受けるようなものでないことは、よく調べてわかっているんだ。 とすると、なぜ殺されたのか、ということも不思議だけれど、しかもその犯人が、どこへ行ってしまったのか、というのがさっぱりわからないんだ。足跡といったようなものがないんですかそれだ。足跡があるにはあったんだ。しかしそれは、庭の小道の両側に、ずーっと、 と細い幅に植えてある草の上を注意深くというのはもし道を歩けば雨で土が柔らかくなっているから足跡が残るだろうからね踏んでいるんだだからどんな大きさの足なのか雪きの足跡か帰りの足跡かそれもうわからないただ ほかには足跡のないところを見ると生き返りともその10センチばかりの幅の草の植え込みの上を注意深く歩いていったんだということだけは想像されるんだその道はどこまで続いているんですか庭を抜けて、てまで続いている。しかし、かの方は、 人の通った足跡が入じまじっていて見分けがつかないんだよ。なるほど。すると足跡から探偵するということはできないわけですね。そうだよ。ではその部屋の様子を話すとだね。その青年の殺された部屋は大宮老博士の書斎なのだ。その書斎は。 一方の廊下が博士の寝室につながりもう一つの廊下が庭に向かっていてさっきの庭の小道につながっているんだだから犯人はさっき言ったように庭の小道の草の上を踏んで足跡をつけぬようにしてこの廊下から忍び込んだに違いない。そして、 青年を殺しての帰りもそのとおりの道を通ったのだろうと思うよ。だって事件が起こったのは昨日のお昼ごろだったそうだ。近ごろ大宮博士がすっかり弱ってしまったので午前中は目が覚めてもベッドの上にいて午後から青年を呼んで仕事を始めることになっていた。ところがね その日もお昼ごろになったので、青年が書斎の方に原稿や書類を取りに行った。すると間もなく、けたたましい物音がしたので、女中が駆けつけてみると、青年が床に倒れているというんだ。初めはじめばまさか殺されたとは思わないのだ。抱き起こしてみると、 腹から血が流れ出していたというんで大騒ぎになってねえ。傷は心臓部をひとつきだ。僕の想像では犯人が忍び込んで何か探しているところに突然青年が入ってきたので犯人のほうでもびっくりしてひとつきに突き刺しておいて逃げ出したらしい。博士に聞いても、 何もなくなったものはないっていうからね担当ですかそれはいや担当じゃないんだ机の上に置いてあった紙切りナイフだよこれが死体から 1m ばかりのところに落ちていたしかしこれは博士のものだし犯人は手袋をしていたと見えて指紋もないすると手がかりなしっていうわけですね まあそうなんだよ困った事件だたった一つこんなものがあるんだがねたいした手がかりにはならんかもしれんけどこのメガネを倒れた青年がしっかり握っていたんだ青年は普段メガネなんかかけていないというし博士のものでもないと言うからまず犯人のものらしいのだがね おそらくやられた瞬間に最後の力で奪い取ったものらしい大沢刑事はそう言いながらポケットから金縁の眼鏡を取り出してテーブルの上に置きましたうんーこれですか照子くんはその眼鏡を取るといかにも興味深そうに自分でそれをかけてみたりそのまま23歩部屋の中を歩いてみたり しばらくいじっていましたが王様のおじさん犯人の人相が分かりましたよ犯人はまず40歳以上の顔は相当に多いのですが非常に寮の目のよったそして猫背の男ですよそしてここ23ヶ月のうちに眼鏡屋に行ったことがありますね非常に強い禁眼の男ですえ 私と大沢刑事とはびっくりして、そのメガネと輝雄君の顔とを半分半分に見つめていました。一体どうしてそんな詳しいことがわかるんだ。大沢刑事は自分で持ってきて、しかも手がかりにもなるまいと言ったのに、輝雄君がこんなに詳しい犯人の人相を言い当ててしまったので、あっけにとられてしまったのでした。 金眼鏡の秘密すると照く君はいつものようにニコニコ笑いながら「だっておじさん若い人はまさか今どき金縁のメガネなんてかけませんよ少なくとも四十かそれ以上の年寄りでなければねそれに僕がかけてみてもわかるんですがこのメガネの幅に比較して とてもメガネの玉が中心に寄っていますねこのことから両方の目が非常に鼻の方に寄っている男だということがわかりますおお<ー>大沢刑事は思わずうなってしまいましたそしてじゃあどうして最近メガネ屋に行ったっていうことが分かったのだいそれはね このメガネの右のつるを見てごらんなさい。途中で折れたのを継いだ跡があるでしょうこれはそう古くないしそれに素人はこんな細工はできないから最近メガネ屋に行ったことがあるって分かったんですよ<ー>それにこんなに強い金眼鏡をかけているしかも老人はどうしても猫背になってものを見る癖がありますからね。 しばらく経ってからようやく。大沢刑事は？どうも。輝雄君にはいつもながら参ってしまうね。なるほど言われてみればいちいちその通りだ。と頭をかきながら私を振り返りました。私は私自身も感心しながら。それとも輝雄君を褒められたのが、自分のことのようにうれしくて、思わずニコニコしてしまいました。 さすがの腕利きといわれる大沢さんも照夫君にかかっては肩なしですね全くひと言もないよじゃあ早速メガネ屋へ全部手配をしてみようこういう男が来たことはないかってねそれから照夫君明日はすまないが僕と一緒に大宮博士の家まで行ってくれないか テルオんに見てもらえば、もっといい発見があるかもしれないからね。承知しました。ぜひ行きますよ。迎えに来てくれるんでしょ？迎えに来るとも、天気になってくれるといいがね。そう言って大沢刑事はまたひどい降りの中を警視庁に帰っていきました。多分今晩のうちに。 眼鏡屋というメガネ屋に手配をしておくつもりなのでしょう。翌日目が覚めてみると。昨日の大雨はまるで嘘のようにからりと晴れた超天気です。いい天気だなあ。照夫君も喜んでいます。いい具合にちょうど支度をし、おったところへ大沢刑事が迎えに来ましたので、私たち3人は？ 早速家を出かけました。警視庁の自動車が気持ちいいスピードで走っていますこれから殺人事件を調べに行くのでなかったらとても楽しい自動車旅行のようなのですがやがて大宮博士の屋敷が見えてきました小高い丘にポツンとある一軒家です入り口のところには。 制服のじゅんさんが1人立番をして待っていました。いや、ご苦労さん。変わったことはないがね。大沢刑事が聞きますと。いえ、何にもありません。それに昨日はあの雨ですし、この近所の駅を聞き合わせても、誰も変わったものは乗らなかったと言います。なるほど。じゃあ遠い駅まで歩いて行ったのかもしれない。 そう言いながら庭に入って、これですよ、庭の小道は。なるほど、そこには小道の両側に草が植えてあって、その上を注意深く踏んで行ったらしいのです。道の方にも花壇の方にも足跡はなく、その間に挟まれた草のへりのようなところに、人の踏んだ跡がかすかに残っています。てるおくは、 ししににこををがが、めててて、それい,いましたやだ、つ殺人事件のあった書斎には前に大沢刑事が言ったように庭から来る廊下と それから博士の寝室に行く廊下と2つがついていましたがその2つの廊下は長さも同じくらいでちょっと見るとそっくり同じようにも見えました照夫君は一生懸命にそこいらを調べて歩いていましたがいつの間にか廊下伝いに老博士の寝室へ行って話し込んでしまっているのでした大宮博士は年を取って ほとんど半病人といってもいいありさまだったのに今度はまた思いがけない殺人事件なんかが起こったせいでしょうか昨日からベッドに着いたままだそうですほうあんたが吉村照夫君かねどうもえらいことが起こってしまって。 早く犯人を捕まえてくれんことには。命が縮まる思いじゃよ。大丈夫ですよ。きっと捕まえて御覧に入れますからね。輝雄君はそう言いながら、その博士の寝室中をちらり、ちらりと鋭い目で見ていましたが。立ち上がろうとした。調子にどうしたことか、そばのテーブルの上の灰皿を。 いきなりひっくり返してしまったのでしたあこれはすみません早速掃除してもらいましょうそう言って寝室を出てきますと廊下でばったり会った女中にあちょっとお聞きしたいのですが博士は昨日からベッドに着いたままだそうですけど具合が悪いのですかねそう私は存じませんが。 けれど、大変お食事はお上がりになりますのよ。今日もお昼にはお刺身を2人前とご飯もいつもの倍持ってこいとおっしゃっていられましたから。ほうするとずいぶん食欲が出たんですね。今までも時々そんなことがありましたか？いいえ、時々ご飯を上がらないことの方が多かったのですけど。ああ、それから。 あちらに皆さんのお食事の支度ができておりますからどうぞそうですかありがとう私は照夫君が灰皿をひっくり返したのを掃除してくれというのだろうと思っていたのにそれを忘れてしまった様子ですからちょっとと言いかけますと照夫君はいきなり私の手を取ってさあ行こう大沢のおじさんも一緒に。 そう言ってさっさと行ってしまうのでした。そして食事を済まして一休みしていますと、テルオ君が一人でまたどこかへ行ってしまったのですが、しばらくして帰ってきますと、大沢のおじさん、犯人のいるところがわかりましたよ。え、犯人が？どどこに？大宮博士の寝室にです。 ままさか大宮博士が自分で犯人をかくまったとでも言うのかい結局そうなりますねだって犯人はあの寝室の洋服ダンスの中にいるんですどどうしてそんなことがだってそのためにあんなに弱っている老博士が急に昨日からご飯を2人前も食べるようになったんですよそれは すににれている犯人にやるやためですどこに隠れているのかがわからなかったんですけどさっきわざと灰皿をひっくり返して床の上に灰を振りまいておいたのを今そーっと見てきましたらあの洋服ダンスの前だけ人の足跡がついていましたからねどうしてまたこの家に犯人がいるなんてわかったんだ だっておじさん来る時はともかくあんな強い金眼鏡を取られた犯人がまた元の通りあんな10センチばかりの細い草のへりの上を一歩も踏み外さないで歩いていったとは考えられないじゃないですかそれに庭に出る廊下と寝室に行く廊下とはとてもよく似ていますだから目の悪い犯人は 慌てて庭を行くつもりで博士の寝室に行ってしまったのですよ。つまり金眼鏡を取られたからです。金眼鏡の秘密ですよ。うーん。大沢慶治はこのあまりにもはっきりしたテルオ君の言葉に一言もありません。果たして犯人は洋服ダンスの中に隠れていました。 この犯人は昔は金持ちだったのですが落ちぶれてこんなことをしてしまったのです。そして昔大宮博士が世話になったことのある義理で仕方なく匿まっていたのだということもわかりました。犯人はテルボ君の言ったように両方の目の酔った猫背の男でした。 百貨店の怪盗事件意外な死体輝く君はお父さんの溝口刑事と久しぶりの休みに銀座へ遊びに来ましたそして大デパートの松屋の前を通りかかりますと何か事件があったのか店内は湧き返るような大騒ぎで入り口のところまで黒山のような人だかりですお父さん 何かあったんですね。うんそうらしい入ってみよう溝口刑事は職業柄黙って帰るわけにはいかないので照男君を連れると人並みを分けてどんどん入ってゆきました照男君も一生懸命人々の間をくぐり抜けるようにして一番前まで行ってみますとみんなの騒ぐのも無理はありません飛び降り自殺があったのです それもおかしなことには屋上から外へ飛び降りたのではなく五六階辺から一階のホールへ一直線に飛び降りたらしいのですまだ聞いたこともない店のうちの飛び降りですからもう店内はごった返すような大騒ぎでしたお父さん誰が飛び降りたんですかあれさあの男だよ照夫君は お父さんの指さす方を見ますと売り棚の陰に真っ黒な洋服を着た男が真っ赤な血潮の中にぐにゃぐにゃになって転がっていましたあ近寄っちゃいかんと溝口刑事が叫んだ時にはもう照夫君はその死骸のそばに駆け寄って何か不思議なことを発見したのか夢中になって。 その飛び降り、自殺をした男の顔を覗き込んでいました。溝口刑事は輝男君が言うことを聞かないので、急いで駆け寄って引き離そうとした。途端。お父さんこれは人間じゃありませんよ。え、人間じゃない？溝口刑事はあまりのことにぽかんとしていましたが。照夫君は？ 大発見に目を輝かがせながら、人間じゃないんですこれはすばらしくうまくできた人形ですよこれは血の陰気ですそう言いながらその飛び降り自殺をした男の片腕をぐいと引きますとああどうでしょうその腕は他愛もなくすぽりと抜けてしまったのです黒山のような人々は、 一時思わず死因としてこの不思議な少年の顔を見守っていました照夫君はそんなことにはかまわずなおもその人形の着ている洋服を調べてみるとポケットの中からこんな紙切れが出てきましたバカなやつらの騒いでいるうちに俺はダイヤモンドの指輪をもらっていくこの次の火曜日に また他のものをもらいに来る。どうせダメだが、せいぜい養じんしておけ。回答、X 弾。これを読んだ瞬間閉まったと叫んだのは、溝口刑事をはじめ電話で呼び寄せられた他の警官、店の警備員たちでした。そして次の瞬間には野獣馬を追いのけて。 ダットののように階段を駆け上がり始めたのですもちろんテルオ君もみんなに遅れないように続いて駆けて行きました刑事警官の一団が夢中になって駆けつけたところは5階のの貴金属の売り場でしたあの人を送った不思議な手紙によれば怪盗が目をつけているのは貴金属売り場のダイヤモンドの指輪なのですから。 もしかするともうあの高価なダイヤモンドの指輪は怪盗が悠々と持っていったのかもしれないそう思うと一刻も早く貴金属売り場に行かなければと溝口刑事照夫君も先頭にして一同は転ぶように流れ込んできましたしまった遅かった一同は この売り棚に輝いていたダイヤの指輪がこつ然と姿を消しているのを見ると歯を食いしばって残念がりました今の大騒ぎに紛れ込んで怪盗はもう風のように消えてなくなってしまったのですそれにしても頭の良い怪盗ではありませんか彼は5階の貴金属部のそばから1階をめがけて あの精巧な人形を投げ落とし人々があっとそれに注意を奪われている隙に悠々ゆうゆうとあの目もくらむようなダイヤの指輪をポケットに入れていったに違いないのですその上次の火曜日にまた来るという不敵な手紙を残していった子面くさ今頃はどこかで自分たちの大騒ぎを 嘲笑っているに相違ないそう思うと照夫君はお父さんの溝口刑事と共にもう23分早くあの騒ぎに気がついてこの飛び降り自殺が人形のごまかしであることを見破っていたらこうもムザムザダイヤの指輪を取られなかったろうにと思うと涙がボロボロ出るほど悔しかったのです。よし、今度の火曜には、 が非でも回答をらえて鼻を沸かしてやらなければ第一警視庁の鬼刑事と言われた父溝口刑事の名に関わると照夫君は深く決心して次の火曜の来るのを一日先週の思いで待ちもうけていましたまた現れた回答いよいよ待ちに待った火曜日 回答の言葉を信用すれば今日また現れるはずですいやこういう大胆不敵な回答ですから彼 X 弾の名にかけても必ず現れるに違いありません照夫君をはじめ溝口鬼刑事それに溝口刑事の同僚またもう一人他から応援に来た塚田刑事この4人で「 朝松屋が開店する前から貴金属売り場に詰めかけ怪盗をいつでも現れてみろとばかり手ぐすね引いて待ち受けていましただんだん時間はたちますがさすがに怪盗もこの厳重な警戒では手が出せないのかさっぱり現れそうな気配も見えませんしかしそうかといって警戒を緩めるわけにも行きませんから代わる代わる見回っているうちに 退屈な午前中も過ぎて、どこかでボーンと12時半を知らせる時計の音がしました。どうだい？なかなか現れそうにもないじゃないか。交代で昼飯にしようか？退屈した溝口刑事がそう言いました。そうだな。こんなに厳重じゃいくら回答でも今日は出られませんよ。2人ずつ交代で昼飯にしましょう。 私は照夫君とあとにしますからどうかお先にそう言った塚田刑事はもう一度と言って大声で笑ったのであとの3人もつり込まれて一緒に笑うと溝口刑事はじゃあお先に、と言って塚田刑事と照夫君を残し りののを連れて食堂の方へ降りてしへきました。2人はしばらく辺りを見回していましたがどうも現れそうもないし4人いたのが急に2人になると余計退屈なので照夫君は腰掛けをどけると窓際に持たれてはるか下の方の銀座通りを行き来する蟻のように小さい人々を眺めたり遠くの高いビルディングを見たりしていました。 そしてふと何の気なしにハスに開かれた窓を見ますとなんとそこには驚くべき光景がちょうど鏡のようになったガラス窓に映っていましたそれはあの信頼していた塚田刑事が照夫君が気づかないと思ったのか今腕を差し伸べて真珠の首飾りを盗み取ろうとしているありさまでした 輝男くんはあまりのことに一瞬は声も出ませんでした恐ろしく頭の良い回答ではありませんか他から応援の刑事に化けて朝からみんなと一緒に回答の噂をしたりして輝男くんをはじめ溝口刑事その同僚の刑事などの隙を狙っていたのですそして邪魔者の溝口刑事らを食堂にやってその間に テルオくんが窓を見ている絶好の機会に今回答の正体を表したのですテルオくんがふと窓に映った影を見つけたのはまさに恵まれた幸運でしたテルオくんの頭は走馬灯のように一瞬間にこれだけのことを考えましたそして次の瞬間にはぐるっと塚田刑事の方を振り向くと「泥棒だ!」 精一杯叫ぶといきなり塚田刑事に変装した怪盗に飛びついて行きましたしまったったたた面食らのは変装した怪盗です。窓に映った影を見られたとは気づかなかったので慌てて真珠の首飾りをポケットに投げ込むと飛びついたテルオ君をよけた瞬間にガラスの売り棚をひっくり返しものすごい音が店内に響いたので余計慌ててしまい 悲聴のように身をかわすと6階へ上がる階段を一目散に駆け上がっていきましたようやく食堂を出てきた溝口刑事たちはすさまじい物音にまじって照く君の「ドラ泥棒!」という叫び声を聞いて「回答だなあいついよいよ現れたのか!と」と大急ぎで駆けつけてきますと照夫君が「んが 夢中になって塚田刑事を追いかけている世にも不思議な光景に思わずあっけに取られてしまいましたしかしそれよりやっとテルオ君に追いついて塚田刑事が怪答の変装だと教えられた時の驚きの方がなお一層の驚きでしたけれどテルオ君は気が気ではありませんでしたそんな話をしているうちに風のような怪答は 階段をどんどん登って、もう姿を見失いそうです。空の一気うち。早く、早く追いかけないと、また逃げられますよ。同僚の刑事も気をもみながら叫びました。大丈夫だ。あの上はもう屋上だ。逃げるところはないよ。もう袋のネズミなんだ。 さすがの回答も慌てたと見えて、上に逃げたのはこっちの幸いさ。溝口刑事はそう言うとにっこり笑ってから、それでも急ぎやして階段を上り始めました。そして、3人の後ろからは野次馬がもう黒山のようになってついてきます。なるほど。こう人の山で階段を塞がれてはいくら大胆不敵な回答。でももう袋のねずみです。 テルオ君が真っ先に屋上に駆け上がってみますと逃げ場を失った怪盗は向こうの隅に突っ立って恐ろしい顔をしてにらんでいました怪盗としてもいかにも残念だったのでしょうもう一歩というところで照男君に見破られたのですから照男君に続いて溝口刑事それからもう一人の刑事その後ろからは まままののよううな野獣馬がぞくぞく登っててきす。といよいよ不敵な怪盗が捕獲されるかそれとも潔く屋上から身を躍らしてあの人形のような無残な死に方をするか2つに1つの最後の土壇場に押し詰まってきました。 もう世話をかけないで観念しようそう溝口刑事が叫んだと同時に回答はどこへ持っていたのかギラギラ光る担当を抜くと照夫君をちらりと見ましたあ無法にもこんなにたくさんのやじ馬の中を切り抜けるつもりかとやじ馬は思わず顔色を変えて23歩後ずさりしました 回答はそれを見るとふふんとあざ笑いながらひょいと屋上の手すりの上に上がるといきなりその担当でアドバルーンをつないだ縄を切ってそれにつるさがるとぽっかりと空へ逃げ出したのです意外な逃げ場に溝口刑事は「あしまった!」と叫ぶといきなり飛びつきましたがアドバルーンは その手をするりと抜けてししままいましたが、その時身軽な照夫君は怪盗と同じように手すりに登ると命がけでそのアドバルーンに飛びついたのですちょっと手が滑ったらそれこそはるか下のコンクリートにたたきつけられてこっぱみじんですあまりの大冒険に溝口警部をはじめ野ジ馬も と目をつむってししままいましたが、恐る恐る目を開けてみますと照夫君は幸いアドバルーンに飛びつくことができそして銀座の空高く気球に乗っての一騎打ちの真っ最中でしたもしあそこから落とされたらどうか考えただけでもぞっと寒気を感じる大冒険の一騎打ちそれも 片片手と片手ととの格闘です。松屋の屋上からは黒山のような人々が手に手を握って乗り出し下を行き来する人も思わず足をとどめて一斉に空の一騎打ちを見つめていましたそのうち怪盗一人でさえやっと浮かんでいたアドバルーンは少年とはいえ照男君一人の重みが加わったので夢中になって格闘している二人の知らぬ間に 次第に下に下がってきました。下では急報で集まった警官が今やお寿司と待ち受けています。もうすぐだ。もうすぐだ。思わず手を握りしめた途端下がってきた気球が向こうの家の避雷針に触れたからたまりません。ものすごい音がするとアドバルーンは粉々になり。 と照夫君とは門戸に打って墜落していきましたふと照夫君が気がつくと病院のベッドの中に自分が寝ていましたそして辺りを見回すと父溝口刑事その次には照夫君が普段から一番偉いと思っていた警視総監がニコニコ笑いながら立っていました照夫君 気がついたかね、もうだいぶん低くなってからだったから大した負傷もなくてよかったね警視総監はそう言って照夫君の顔をのぞき込みましたあの回答はどうしましたつかまりましたか照夫君にはそれが第一の心配でしたああそうそうどうもありがとうあの回答も。 テルオ君のおかげでやっとつかわりましたよあれは X 団という大怪盗の団体があってその首領だったんです首領がつかまったのであとの団員はぞくぞくほばくされましたこれもてるおんのおかげですよかったなあ。といっててるおんは もとのダリアの花を見つめていました。